こんばんは。取り扱う題材の幅がえぐい、どうもシロです。さあ、今日も動画を見ていただいてありがとうございます。この番組はいろんな、出来事や作品について本音で語っちゃう、トーク番組です。さあ、行ってきました。ファイナルファンタジーのオーケストラ、シンフォニックメモリーズミュージックスクエアエネクスということで、川崎市でね、やってたんですけれどもね、わざわざ出てきましたよ。で、ゲーム音楽って日本より海外の方が評価が高くて、もっとなんか日本人にも満喫してほしいなっていう、あの、思いもあるんやけど、チケットが取りづらくなるのも嫌っていうちょっとジレンマも抱えてます。さて、これもね、星で評価しますけども、今回はね結構厳しいね。アンコール手前までは星3つやったけど、アンコールで星4つになりました。あのね、好きやからって無条件でなんか絶賛する人おるけど、なんかそれをやってたらあかんと思うね。なんかせっかくここで、あの、本音で語るトーク番組やから、ここはこれもあかんかったよっていうところもね含めて、俺もめちゃめちゃ映像好きやねんけど、それでもあかんかったところも話していきます。本音で語るトーク番組やからね、だからなかなかモデルのね仕事も来ないのかなっていう感じですけどね。ただね、今まで何度か FF のコンサートは行ったことあるんやけど、それに関してはどれも星は5つでした。で、じゃあ今回何があかんかったって話やねんけど、まず採点方法が必然的に減点方式になる。なぜかというと、もうすでに知ってる楽曲で、お金を出してコンサート行くってことは、すでにその評価の高いものに聞きに行くわけやから、星5つから始まってしまうわけなんですよね。で、減点方式ってやっぱ辛いですよね。なんかミスが許されんから。今回の、セットリストは FF15、オクトパストラベラーで、FF8 でゼノギアスとなってます。で、まず、オクトパストラベラーはやったことがないし、曲も知らないんで、今回の評価からは外します。で、ゼノギアスも記憶にないから外します。正しい判断ができへんからね。ですので、評価対象は FF15 と FF8。 評価が低くなった原因は両方ともアレンジです。 FF15 の、俺が特に好きな曲のソムスっていうのがあるんですけど、今 BGM でかかっている曲が、それなんですけども、すっげー暗い曲が好きでごめんね。元ネクラなんで、ロマンチストと受け取ってくれてもいいよ。そしてこの曲が、こう心が揺れ動くパートっていうのがあるんやけど、そこがね、なんか薄かったのよね。オーケストラについては全く詳しくないねんけど、曲の盛り上げるところとクールダウンするところってあると思うねんけど、そこのなんか盛り上がってほしいところで上がってくれなくて、そこがなんか結構残念やったよね。で、それは FF8 の曲でも一緒 で、FF8 に関しては知ってる曲やのになんか眠そうになったからね。で、今回編曲を手掛けたのは、ヨンネ・バルトネンっていう方と、ロジャー・ワナモンさんと、アンドレアス・ヘッドランドさんが編曲を手掛けてます。で、これはオクトパス・トラベラーとゼノギアスの曲を覚えてる人の意見もちょっと聞きたくて、どうやったんかな、なんか編曲良かったですか？もしよかったらコメントください。で、最後にアンコールで採点が上がったのは、バトル・アット・ザ・ビッグ・ブリッジ、つまりビッグ・ブリッジの人をね、これはね、かつてスーパーファミコンで発売された FF5 の曲で、スーパーファミコンはまだ16番をしか使用することができなかった、ハードなんで、で、そのゲーム音楽を作る人たちが、この制限がある中、試行錯誤して人の心に残る曲を作ろうというところでね、必死で作ってたと思うんですけども、で、それがなんか FF とかドラクエとかのテーマ曲になって、それを聞いただけでなんか若くみんなもしたと思うんだけど、で、ビッグブリッジもそういう意味では完成度の高い曲で、アレンジのしやすい曲だと思うんですね。で、なんかこの曲の盛り上げるところと下げるところって、アレンジャーがもし変わったとしても、そこまで変わらんと思うねんな。ここを上げるとかここを下げるとかっていうのは、わりかし共通してやるところやと思うんだけど、だからこの曲に関しては良かったです。なので、星4つにしてしまうのはもしかしたら、やっぱちょっと俺も甘いのかなとは思うんですけども、まあ皆さんの評価はどうでしたかね。なんか結構なんかいいって言ってる人もいてたんですけど、
なんかそこはやっぱね、なんか自分はそのゲーム好きやからということで、なんか評価全体的に上げてるんちゃうかなっていう印象はちょっと受けましたけどね。はい、ではまた次のコンサートも期待します。では。